写真拡大。高野伊達店がたくましさをアピールだ。26日の日本ハム戦、ペーペーに2番2塁で出場したソフトバンク周東が快足を生かす2安打1打点、1盗塁の活躍で今宮と共に打線を牽引した。まず光ったのは2回の第2打席。相手の意表をつくセーフティーバントで好機を広げて追加点につなげた。さらに4回の第3打席では貴重な追加点を叩き出す敵地三塁打。快速自慢の男はそれだけにはとどまらず、7回の第4打席で四球を選ぶとすかさず2盗を決めた。先頭打者での出塁で警戒される中、網をかいくぐった。前日は大逆転負けの一因に挙げられる失策を記録したが、すぐに巡ってきたスタメンでのリベンジ機会にしっかり結果で応えた。24歳のアピールに工藤監督は打席の中で落ち着きがあると課題の打撃面の成長を感じ取り、活躍に目を細めていた。